ありがとうございました。次は静寂、幽玄という言葉にて表されます日本古来の尺八にて演奏をしていただきます。奏者は近藤有害先生です。近藤有害先生は邦楽に造詣が深く、中でも尺八は生涯の友として演奏活動を続けておられます。また先生は Facebook ではコムソーと自己紹介をされています。現在では全国各地での演奏はもとより後継者育成などにも力を注がれておられます。本日先生に演奏をしていただきます曲はアジカンという曲になります。アートは大日如来を意味をします。大日如来、すなわち宇宙万有と虚空を音の座禅で感じていただければ幸いです。では先生、よろしくお願いいたします。